んにちは、福岡陶芸窯です。今日は熱伝追の起電力を測定したいと思います。これは専門家が気合を入れて行っています。危ないから良い子は真似しないでね。先端をバーナーで炙ると電気が発生しています。テスターの数字が動いています。火を止めてみましょう。温度が下がると電圧も下がっています。こうやって窯の中の温度を測っているんですね。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ここからおじさんの、登場です、ちょっと仕事してましたらですね、ちょっと姪っ子が来ましたので、一緒にやってみました。今日はかなりマニアックなネタなんですが、まあ可愛い声のおかげでですね、少しは見ていただけたんじゃないかなと思います。我々陶芸で使う熱伝追は R 型ですね。まあ中の線がですね、非常に細い、プラチナと、ロジウムっていうね、ちょっと聞き慣れない金属が使われた非常に高価な素材ですね。それで先端を溶接してあるのが R 型です。で、素焼き用の窯なんかで使う、それから一般的にもですね、電気設備なんかでもよく使われてる K 型ですね。これは非常に安価で、よく手に入るんですが、熱伝追の外側の保護管は全く同じ形なので、以前はですね、よく間違えられて中古市場で、販売されていることも、あったので、一応載せておきます。で、なぜ、今回このようなですね、起電力の動画にしようかなと思ったのは、やはりこう物の仕組みというか、ちょっと理解してもらえばいいかなと。それから、まあそんな話は聞いたことありませんが、例えば、温度計が壊れたとかですね、自分の温度計は本当に合っているのかなっていう時に、この起電力は実は実数か何かで決まってるみたいで、ネットに一覧表がありますし、私の方もちょっと、概要欄の方にその一覧表見れるところ、載せときます。ブログか何かに、記事を作っておきます。で、この電気のテスターですね、これどこでもまあ2000円とか3000円で売ってるものです。で、要はここで電気が起きるのは、まあ電圧ですね、非常に微弱な、今回、ミリボルトですね、そのミリボルトという非常に微弱な電圧を測定しているわけですね。で、当然陶芸用のですね、熱伝追ですから、実際はこんな400度ぐらいでの精度というのはあまり保証されていません。もちろん狂ってるわけじゃないんですが、やはり一番正確に測れると言われているのはそれよりも上の温度ですね。だから、1200、まあ、要は、400度ぐらいから1400度ぐらいまでの間、600度から1400度だったんですかね。そのあたりが一番しっかりと測れてるらしいので、そこを、まあ、低い温度でですね、実験ですから危なくないように
電気が起きてるんですよっていうことをですね、まあビジュアル化したかったっていうことです。はい。でまあ僕一人がやったらですね、これ相当伸びない動画になるだろうなと思ったんですが、まあまあ姪っ子がですね来てくれたというか、まあ来たので喋りたいっていうか、まあやってみるみたいな感じでやってみました。まあこのようにですね、役に立つかどうかわからないことですが、まあプロを目指すとか釜を使っていらっしゃるなんて方はですね、このあたり説明できると一目置かれるかもしれません。どうもありがとうございました。